お待たせしました。これよりですね、第1部のセミナーを始めたいと思います。住宅設計者のための構造、性能と意匠を両立させる設計力をテーマに、新潟県新潟市において住宅の構造設計をメインに活躍されております。冒頭お話ししましたが、新建ハウジング日経アーキテクトビルダー5月号でも特集が組まれるほど、新潟の工務店設計事務所で作るコミュニティ数学の共同発起人でもございます、ネイティブディメンションズ一級建築士事務所鈴木純様にご登壇いただきます。それでは鈴木様、よろしくお願いいたします。皆様、温かい拍手でお迎えください。皆さんこんにちは、ネイティブディメンションズ一級建築士事務所の鈴木と申します。会場に声が入ってる、大丈夫？はい、まずはですね、今回は新建ハウジングさん、福井コンピュータさんはじめですね、いろいろ開催にいろいろご協力くださいまして、大変ありがとうございました。お礼申し上げます。で、鮫島さんの方からもご紹介あった通り、アーキテクトビルダーの5月号に、インタビュー記事が掲載されまして、で今日私からはですね、住宅設計者のための構造、性能と意匠を両立させる設計力というテーマでお話しさせていただくんですけども、そのちょっとインタビューをですね、深掘りしたようなお話だったりとか、ただ意匠設計者としてこういうことを気をつけてますよっていうようなことを、お話しできればなと思ってますので、よろしくお願いいたします。まずはですね、ちょっと簡単な自己紹介なんですけれども、私は2008年に小さい家専門の設計事務所として独立しました。で、タグラインといいますかね、コンセプトとしては家族とともに成長できる住まいを、理由がある設計で提案して、等身大のちょうどいい暮らしをしていただきたいなというような思いで現在活動しております。で、実際それを今お話しした内容を提案するにあたって、性能をどうやって取り入れたかというところなんですけど、なんで取り入れたくなったかというところからのお話なんですけども、それはですね、まずどんなに使いやすくてもかっこよくても寒くて結露してカビが生える家には長く住みたいと思う人は今いないんだろうなと。であとは耐用性が落ちやすい住まいっていうのはもちろんもう飽きやすいですし、耐久性の低い住まいっていうのはやっぱり古くなれば古くなるほどやっぱメンテナンスそのものがやっぱ面倒くさくなってきて、やっぱりそれがもうどんどん気持ちが遠ざかっていくというのがお客、住み手としてあるんじゃないかなと。あとはもう一つは、私が設計した家が地震で倒壊して誰かが死んだらもう一生後悔するなっていう、これが私にとっての一番ですね。出来上がった瞬間に感謝されるのは多いというか、感謝されることは多いんですけども、やっぱり長く住んでいて、やっぱりこの家にしてよかったわとか、鈴木さんにお願いしてよかったわと、長い期間にわたってやっぱ感謝されたいので、性能を積極的に取り入れようというふうに思いました。で実際にですね、それで性能を取り入れた住まいを提案することによって感じたことというのは、性能のいい住まいっていうのは光熱費とメンテナンスコストを下げてくれるので、障害コストが安くなるということですね。性能を上げるということはなんかコストを上げるのかなというふうなイメージ、印象があるんですけども、実際私思ったことは、結果的に障害コストそのものは安くなっているなと、それは本当は伝えたくてっていう部分もあるんですけれども、やっぱり性能というのは目に見えにくいものなので、なかなかそれが口でしか表現するしかないという、なかなかちょっとやりきれないというか複雑な気持ちはあったんですけども、実際にそれが実績が増えていくことによって、もうこれはもうこうなんですよという自信を持って言えるようになってきましたので、まずはこのあたりはやってみて繰り返しっていう作業が大事なのかなというふうには思っています。でそこでもうちょっと実践してみて分かりやすいところなんですけれども、この写真というのは、壁の一部の写真なんですが、私は普段ちょっと会場の画面だと分かりづらいかもしれないんですけれども、私普段壁天井っていうのは AEP の塗装仕上げを標準にご提案しています。で AEP だともう壁のひび割れっていうのはもう一生のつきまとうもんだというふうな、半分諦めの境地でもいながらも、でも質感とかそういった素材感が好きだなということでご提案してるんですが、
まあ、実際あの構造計算して、まあ、耐震度級いくつだみたいな感じで提案すると、まあ、ひび割れが劇的に減りました。あの木材とかボードの乾燥収縮で、まあ、今この正面の写真というのはあのボードの継ぎ目が乾燥収縮でちょっとシワが寄っている写真なんですけども、まあ、せいぜい本当このぐらいですね。あの鉄骨の建物とかですと開口部なんかにはあの元々あのスリット入れたりとかしてあのひび割れ防止のもの対策をしたりとかしてますけども、まあ、全然その必要がなくなったなと、まあ、ひび割れがなくなった時点で、まあ、お客さんのストレスも減りますし、まあ、私の不安も大きく解消されたなというようなところが、まあ、実際感じているところです。でまあ、これから、まあ、今日のお話の本題に入っていくんですが、まあ、主に4つ話を、させていただきたいなと思っています。まあ、1つ目が許容応力度計算の進め、2つ目が、まあ、なんで構造計算は難しいのか、まあ、難しく感じるのか、あとは、構造計画というお話と、あとは、それの設計事例についてお話しさせていただきます。まず最初は許容応力度計算の進めということで、この表は、まあ、あの巷でよく見る表なんですけれども、まあ、表の左の方から建築基準法の使用規定、これに、この使用規定は、耐震等級1相当の壁量1倍、2相当の 1.25 倍、耐震等級3相当の 1.5 倍が大体、まあ、このぐらいの色塗りしてあるところの範囲なのかなというような表で、その右隣が品格法の使用規定、まあ、性能表示ですね、分かりやすく言うと、品格法の性能表示の耐震等級の2のレベル、耐震等級3のレベルで、建築基準法の許容度計算の場合、耐震等級1のレベル、2のレベル、3のレベルっていうふうに色分けしたものなんですけども、まあ、これもう何言ってるか分かんないですよね。もう品格法の耐震等級2と許容度計算の耐震等級1がだいたい同じぐらいのレベルなんですよとか、品格法の耐震等級3と許容度計算の耐震等級2がだいたい同じレベルなんですよって、いやこれ何ですかみたいな話になっちゃうんですけども、でこれがもうなんでこんなことが起きるのかっていうところは、実はまあ重さの考え方の違いだっていうことですね。まあ、この左上にあります地震力に対する必要な壁量っていうのは、これはもうもろ建物の重さに直結しています。皆さんが設計した建物のだいたい2割ぐらいの重さ、これが地震力として入ってくるっていう、まあそういう計算の仕組みなんですね。まあ、その2割ぐらいの重さに対してそれに耐えられる耐力壁を設置していきましょうというのが、まあ、構造計算になるわけですけれども、まあ、それの計算を簡単にするために1平米あたりの重さっていうのをある程度設定して、で皆さんが設計した建物の床面積、まあ、これに掛け算すると必要な壁量というのが分かってくるわけです。でこの1平米あたりの重さっていうのがまず一つポイントになってきまして、建築基準法であればまずそもそも雪の重さが含まれていません。まあ、特にまたあの私はまあ新潟で設計することが多いんですけども、まあ、新潟県は全域で多雪区域含まれているものですから、屋根に雪が積もっている時に地震が来たら建築基準法の壁量計算では倒壊する可能性があるということですね。で次にそもそもこの建築基準法の使用規定というのは40年前に作られた係数です。この係数というのはつまり1平米あたりの重さということですけれども、この40年前に設定された1平米あたりの重さと現代今この暮らしている1平米あたりの重さが果たして同じなのかどうかというところですよね。でもう一つ言えば品格法の性能表示ですね、こちらの方の係数はあの積雪も含まれているんですけども、まあ、これもやっぱり20年前に作られた係数です。まあ、実際この20年前の係数が合ってるかどうか、まあ、私ぐらいのあのおじいちゃんになってくると20年前なんてつい最近ですので、まあ、あの日韓のワールドカップなんても昨日のことに話せるんですけども、まあ、実はまあまあ昔だぞっていうことですよね。で、まあ、それをまあ、この係数が果たして本当に合ってるかどうかっていうのはもうただもう私たちはただその係数を使いなさいと言われているだけなので中身がわからない。でそれに対して一方許容応力度計算っていうのはこのグレーボンにだいたいこのぐらいの重さですよ
っていうのが記載されてますので、まあ、それを参考に具体的な重さとして計算することができると、ね、例えば板金屋根の場合であれば平米あたり250ニュートンですよっていうのがグレーボンに、まあ、足し算をすれば記載されてますし、瓦葺きの屋根であれば690ニュートンですよと1平米あたりですね、わかります。なのでよく耐震リノベとかで壁量を増やさずに瓦屋根から板金屋根に変えるだけで耐震設計になりますよっていうのは、まあ、もろこの辺の部分ってことですよね。そもそも軽くすることによって必要壁量が減るので今の壁量のままでもいいでしょっていうのが考えのベースになっているわけですけれども、まあ、それでやっぱりまあ、これはもう直感的に皆さん分かる通りですけれども、板金屋根よりも瓦の方が、まあ、地震に対しては強くしなきゃいけないという感覚、まあ、それでまあ最近は地震に強くするために板金屋根が増えてきているのかなという印象もあるんですが、じゃあここ最近の板金屋根、私も採用している設計方法なんですけれども、最近は上り張りの上に24ミリとか28ミリの厚合板を敷いて、それをまあ水平光面として、まあ、その上にたるきを転がしたりとかっていう設計方法があります。でそれでその収まりを実際に荷重を計算すると、まあ、板金はあながち240ニュートンなんですが、上り張りとか厚合板の重さっていうのは平米あたり520ニュートンぐらいになってきます、まあ、合計760ニュートンになりますので、まあ、グレーボに乗ってる瓦葺きの屋根よりも現代の板金屋根っていうのはもうはるかに重たいですね。なので本当に自分が設計している建物の重さを知らないと耐震設計には行き届かないんですけども、まあ、それが本当は合ってるかどうか、それをまあ確かめられるのが許容応力と計算じゃないのかなというふうに思うわけです。でそうするとやっぱり単純にやっぱり現代の建物は重いということになるので、その分やっぱり必要な耐力壁もどんどん増えてくるんじゃないかな、コストアップにつながるんじゃないかなとか、いろいろ計算難しくなってくるんじゃないかなというふうになってくるんですけども、まあ、そこでやっぱり頼りにしたいのがやっぱり許容力と計算で、建築基準法の使用規定であったりとか品格法の使用規定、まあ、性能表示ですね、このあたりというのは最大壁側率が5倍までなんですけども、許容と計算であれば最大壁倍率は7倍まで使うことができます。つまり、まあ、数を増やさずとも1枚あたりが強くすることができるので、まあ、すごい極端な言い方をすれば、まあ、壁を増やさなくても済むと、まあ、1枚あたりが強いので、ね、ということで、まあ、自由な空間設計が可能になるんじゃないかなというのが、まあ、許容応力と計算のまあいいところではあるというところですね。で2番目の話がですね、まあ、なんで構造計算は難しいのかっていうところのお話なんですが、これがですね、ちょっとネットで拾ってきた10年ぐらい前の国交省の資料なんですけども、まず一回全然ちょっと話飛ぶんですけども、よくある国交省の PDF ですよね、この水色の線がついてる、ちゃんと国交省って書いてあるんですけども、まあ、これ一番下見るとですね、小規模建築物、構造計算不要って書いてあるんですよね。さすが、まあ、すげえなっていうですね、国交省ここ 1,2 年いろいろ叩かれてますけど、うん、まあちょっと、まあ、うん、頑張ってねって感じですよね不要じゃないですよね、皆さんご存知の通り必要なんですよ。で今散々許容量計算がすげえすげえって話してたんですけども、建築士試験を受けた方、まあ、建築士の資格を持っている方だったら分かると思うんですけども、許容応力度計算って、まあ、四天王の中でも最弱なんですよね、これ。だからこうなんか今こういろいろこう許容計算で何でも設計計算できるぞってこうなんか盛り上がってますけども、まあ、実は計算としてはそんな大したことない計算、実は建物全体から見れば。で建築基準法ではこの4つの計算種類っていうのは建築物の高さ、まあ、当然高くなれば高くなるほどそれが倒れたら困るので計算の難易度っていうのが分かれてますけども、基準法上は高さですけれども、まあ、これはまあ高さばっかりではなくてプランの難易度とかそれによってもう分かれてきますよと。許容度計算っていうのはあくまでも簡単な建物の計算方法ですよっていうのを
一旦ここでちょっと刷り込んでいただきたいなと、何でもいいわけではないというところです。なので実際の先ほど私が前段でお話しした内容と今のこの構造計算ルートですね、足し合わせると許容応力度計算っていうのは実際は下から3番目ぐらいのものでしかないということですね。なので何気になんとなく作った間取りが許容応力度計算にちゃんとピタッとはまるような計画であれば問題ないんですけども、何気に作ったばっかりに全然実はこっちじゃないと計算できないんですよっていう建物の可能性もあるということです。これ気づいてないだけでもやっちゃってるっていう可能性がありますので、そこを理解してないと許容応力度計算は使いこなせないとかいうようなことになってくるわけですよね。なのでこれちょっと1枚そうですね、話としてもう一つ戻るとすいません、なので例えば皆さんが構造計算事務所とかに外注で、お願いして、針が大きくなったなとか、時間、針が大きくなったらあんま関係ないですね、時間がかかるなとか、ちょっとこれ高くないっていうような時は、もしかしたら計算ルートを大きく外れて、こっちの計算じゃないとクリアできないから時間がかかったりとかコストがかかったりとかっていう可能性があるわけですよね。もし仮に今許容計算で終わるような間取りを最初から計算事務所にお願いしていれば、すぐ返事が来たりとか安いコストで計算回してくれたりとかっていう可能性がありますので、そこをちゃんと自分がどんなプランを作っているのか、どの計算と相性がいい間取りを作っているのかっていう、そこを知ることは非常に大事だなとですね。この2番目の話としましては、建物予算と構造計算用の構造計算費用のバランスが悪い間取りを知らぬ間に作っている可能性があると、建物予算と構造、建物予算がもともとあればどんな構造計算のルートをたどってもいいと思うんですけども、多分多くの方が予算ありきで建物を設計していると思います。なのでちゃんとその予算にはまるようなプラン、その予算の中の内訳に盛り込めるような構造計算費用の間取りを作らないといけないと、実はそのプラン側に構造計算の責任があるということですね。で、その許容応力度計算にはまるかどうかの一つのチェックというのが、まず最初にプラン段階で構造計画を取り入れることということがあります。実際これは私が取り入れている内容なんですけども、ということで3番目ですね、構造計画のお話についてなんですけども、すみません、これ私何分まで話に出したっけあと30分ぐらい、分かりました、すみません、ありがとうございます、ですね、構造計画についてじゃお話しさせていただきます。30分ぐらいって、2時半ぐらい、ですね、まず構造計画なんですけども、私普段取り入れている構造計画というのは、枠組み壁工法の使用規定ですね。全部細かく取り入れているというよりは、ぼんやりというところ時もあるということですけども、2x4、これも大変私優れている工法だと思います。でこれ世間的にはなんかこう在来工法があって、なんか 2x4 は一つ下みたいな、なんか印象あるんですね、私そういうふうに見られてるっていうところが、もう、それはやっぱり工法としての歴史だったりとか、あとはその実際の着工棟数の差でそういう印象があるのかなというところなんですけども、実際その建物の合理性としてはもう全く逆ですね。もう 2x4 っていうのはもうすごいもう優秀な工法だと思っています。で実際にもともと在来工法って筋交いとかが主流だったのに、合板使うとかダイライト使うとか、あの辺の面材使うようになったのは 2x4 の影響なんじゃないかなというふうに思いますし、あとはプラットフォーム工法ですね、床を張ってから柱を立てるっていう作り方はもう 2x4 そのものです。その作り方そのものも 2x4 を採用していると。で 2x4 はかつてその奨励準耐火っていう、もう作ると勝手に防火構造になっていると、火に強い構造になっているということで、それがすごいもてはやされたんですけども、在来工法もいつしか奨励準耐火、組み込めるようになってきたということで、
実際は歴史を本当ここ本当20年とか30年ぐらいの歴史を振り返れば、在来工法っていうのは 2x4 の後ろを常に追っかけてるんですね。もうそれぐらいにも 2x4 に素晴らしい工法です。だけどもそれをこう部分部分なんとなくなんかちょっとこれいいらしいよみたいなところをつまんでるから、本質のいいところを実はつまめてないっていう。2x4 の一番いいところはもう使用規定、もうその設計ルールがちゃんとしてる、しっかりしてるっていうところですね。まあ、そこを取り入れてあげれば在来工法であっても許容ウルド計算の、許容ウルド計算が素直に回せるようになってくると。でちなみになんですけども、私が思う一般的な設計の順序なんですけども、まずはプランニングをします。でそれでお客さんに提案して実施設計を行って、ここで構造計算をして確認申請を出して着工する。まあ多分これが一般的じゃないかなと思うんですけども、実際私の順番っていうのは構造計画をしながらプランニングをして、でプランニング終わった直後に仮検討を行うか、もしくはもう直接構造計算を行うか、でそれから提案をして実施設計を行って確認申請を出して着工という順番、もう構造がもう必ず水川上に来るようにしています。でこれは実際逆を言うと、この流れをしていないのって住宅だけなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、鉄骨なんか RC なんかもプラン作った時点で仮メンバー出そうっていうふうにまず一番最初に出せますので、構造検討が先に入ります。でそれをしてからクライアントに提案するというのが、まあ、建設の世界でもそれがごくごく当たり前なんですけども、建築の世界だけがなぜか構造計算は後回しになっているというのは現状。だからまあどっちかというと私たちが普段いる場所の方がおかしいっていうのが現状だと思います。まずはまあその構造計画を取り入れていきましょう。で構造計画を取り入れれば、そのまあ仮検討そのものもまあしていただきたいんですけども、構造計画取り入れた時点で構造計算っていうのはかなり簡単に終われるようになると思います。だからまあもうだったらもうやっちゃおうかっていうところで、最近私はもう提案前に構造計算をしていることが多いっていうことですね。で実際まあこの辺を口だけでパパッとお話しすると、いやそんなの無理でしょとか、もうなんかもう全然自由がなくなっちゃうよっていうふうにもうよく言われるんですよ、もうしょっちゅう。だけど皆さんそもそもプランニングするときに敷地条件だったりとか基準法の集団規定、単体規定、あとお客さんのそもそもの要望とか、もともと複雑な制約の中で間取り作ってるわけじゃないわけじゃないですか。別に自分の好き勝手にプランしてるわけじゃないですよね。もうすでにいろんな条件は組み込まれてるわけなので、その中に構造計画を一緒に取り入れましょうっていう、ただそれだけの話です。まあ、これ逆の言い方すれば、北側車線とか憲兵率をもう検討を後回しにしてる人なんていないですよね。そうね。でそれが引っかかってまあいいか、まあ仕方ないなとかっていう人もいないわけですよ。まあ本当それともう同じ話っていう、もうなんかその自分、皆さん勝手に自分の中でやっていいところでやって悪いところをただ線引きしているだけで、その構造計算をちゃんと後回しにした悪い側に入れてあげればいいだけです。それはもう他と一緒っていうことですね。で、構造計画の基本的な用語っていうのをお話しすると、まずまあとある間取りがあります。でその間取りを作る際に、まずは耐力壁を配置する通り、これを作ってあげますですね。でこの耐力壁がある通りというのを耐力壁線と言いますし、この耐力壁のある通り、耐力壁線から隣の耐力壁までの距離を耐力壁線間距離って言います。ちょこれだいぶネイティブディメンションズ並みにちょっとなかなか言いにくい言葉なので、壁線距離とか壁線間距離っていうふうに略して言う言葉ありますけども、まあ、そのここからここまでの距離が耐力壁線間距離で、この絵というのは今 Y 軸方向の絵ですけども、まあ、当然同じように X 軸方向も同じ耐力壁線と耐力壁線間距離が生まれてきますので、この耐力壁線で生まれた四角、これが耐力壁区画と言います。とにかくこの四角を組み合わせてプランを作っていくことが大事だとは、もちろんこの結果的にこの四角の四隅には柱がある、もうとにかくこの組み合わせの連続です。
2x4 のモノコック構造、まあ、2x4 は柱、分かりやすい柱っていうのはないですけども、まあ、スタートというちっちゃい柱ですけどね、 2x4 も必ず、2x4 って本当は6面体っていうモノコックっていうイメージがあるんですけども、まあ、そのスタッドって言われる小さい柱ですね、これは必ずもう四隅に置いてあります、まあ、もちろん大量劇もあったりとかするわけですけど もうとにかくこのルールをどんどん守りながら作っていくということですね。まあ、実はちょっともっと細かいルールありますので、まあ、ちょっと今日時間の関係でお話できないんですけども、まあ、その細かいお話っていうのは真剣ハウジングさんの方で企画していただいた短期集中実践塾っていうのを始めますので、そちらにお申し込みいただきたいという突然宣伝になってしまっているんですが、まあ、ぜひこちらの方もご参加いただければなというふうに思います。ですね。まあ、ちょっと今だいぶ、まあルールそのものは少し短めにお話ししましたが、で、残りの時間を使ってですね、ちょっと設計事例というのを、まあまあ、それが一番伝わりやすいのかなと、私がどういうふうに実践しているのか、まあ、実際この辺のルールのお話っていうのはいろんなセミナーがあると思うんですね、まあ、そこ行けば聞けると思うんですけども、実際に衣装設計者がそれをどういうふうに取り入れているのかっていうのが、まあ、今回このセミナーの意味なんじゃないかなと思いますので、ちょっと設計事例を使っていろいろご紹介していきたいと思います。あ、でちなみにこの写真ですね、真剣ハウジングさんとかの記事とかにも使われてた写真なんですけども、これ私が普段プランニングしている途中ではなくてプランニング終わった後の絵です。で、私プランニングは特に会場のいる方もそうですね、分かりづらいんですけど、ここに赤いポッチが点点点と並んでるんですよ。柱の位置です。これ私柱の位置だけでプランニングしてるって、もうそれで終わりっていうですね。で、柱の位置が終わったらもうこの状態でも構造計算しちゃおうかなとか、もうそういうノリです。もうなんかあとはそので構造計算終わった後にじゃあちょっと提案用のエスキース作ろうかなとかっていう、もう私のプランニングっていうのはもうこの状態ですね。そうするとなんとなくこの柱だけがこうフューチャーされるので、ちゃんとさっきご紹介した四角がちゃんとできてるかなっていう、なんとなく、まあそうですね、なんとなく分かりますよね。ここになんか四角あるなとか、ここに四角があるなとか、ここにも四角あるなとかですね。部屋自体は四角じゃない可能性があるんですけども、柱の行った先には必ず柱があるっていうようなのが構造計画ですですね。まあそんな結果、まあ大体どんな建物ができてるか、できていったかというところなんですけども、まずミニストックの01番という建物なんですが、こちらはまあ2014年に竣工してるんですけども、実際これは2010年に設計した建物です。まあ、平たく言うとこれ私の自宅用に設計したんですけれども、当時10年前の鳴かず飛ばずの設計事務所でして、まあ、全くまあ建てるお金がなかったので、誰か建ててって言ったら設計した4年後に僕建てますっていうですね、言ってくれた、現れたっていう、まあ、やっと、まあ、4年越しでやっと建てたっていう建物なんですけども、1階が9坪、2階 6.75 坪、延べ壁面積 15.75 坪の2人住まいの暮らし、お住まいです。で、耐震等級は積雪が1メートルで、2となっています。で、当時まだ UH という言葉がなかったので旧知なんですけども、旧知としては 1.89 で、隙間相当面積は 0.44 でした。で、ちょうどこの頃はこれ何の時だったか、グリーン化が始まった年ですね。はい。で、それでゼロエネの補助金がもらえるということでソーラーパネルも載っけましたですね。1年消費量が 25.4GJ という建物です。で、これが、まあ、間取りです。まあ、玄関があってリビングがあってキッチンがあって、まあ、水回りがあって、まあ、真ん中に階段ありますよという1階、2階は吹き抜けがあって、まあ、階段上がりきると建物の真ん中あたりに来て、まあ、この図面でいう上側が子供部屋、まあ、実際これ、まあ、お二人暮らしなので実際この図面でいう右上をクローゼットに使っていただいて書斎スペースご夫婦の寝室みたいな間取りになってます。で、このプランに対して置いた柱が、会場の方は見えますかね、赤いところが柱です。
ですね。だから実際この水回り付近には柱は置いてないですね。力が落ちないようになっていると。でこの柱に対して私が配置した対流計器がこの位置、なんとなく見えてきますよね。つまり、その四角で囲まれた対流壁区画っていうのは、この黄色い線ですよ。これが私が計画した建物です。で、構造計算をするとコストが上がるっていう都市伝説は、あながち嘘でもないんですけども、構造計画と構造計算した建物はコストが下がるっていう証拠が、この写真。構造計画通りに基礎をそのまま作れるってことですね。これどう考えてもこれふざけた基礎じゃないですか、もうこれ。これ家の基礎じゃないですよ、小屋の基礎ですよこれ。実際ここにしか力を落とさないから基礎がこれで足りたっていう、もうこれはもう明らかにコストダウンですよね、これ。っていうことができるようになるっていうことです。でちなみにちょっと性能全体の話なので、ちょっと構造のからもずれて、どんな収まりになっているかっていうお話しさせていただきますと、今日一番最初にお話しした通り、私はもともと上り張りの上に厚合板を張るっていう、設計をしていますね。でその上に断熱材をたるき管に転がして、その上にたるきを転がして、その間に断熱材を入れてるんですけども、当時はフェノバボードですね、110ミリを屋根に入れて、外壁は外張りのみです。6センチのフェノバボードで、木製の断熱ドア、サッシは、当時まだ430がなかったので330ですね。で一部大きなところだけ真空トリプルを使っていると。で基礎断熱を採用していまして、立ち上がりはフェノバボードの6センチで、スカート部分もフェノバボードの6センチっていうような仕様で最初やってました。こんな仕様でだいたい建物の総額は、消費税 5% の時代ですけども、2100万円ですね、この建物が。ちょっと恥ずかしいんですけど、金額言うの。設計料込みの全部金額です。丸々、あと、この2100万円っていうのは、ソーラーパネルも入ってますし、外構工事も入ってますし、地盤改良も入ってますし、エアコンも入ってますし、この写真に写っているテーブルも全部入ってます。入ってないのは多分炊飯器と布団ぐらいですね。それが全部もう入ってる金額が2100万円。でエアコンは床下に6畳用の 2.2 キロのエアコン1台、2階に同じく 2.2 キロのエアコン1台で、換気は第3種 IH クッキングヒーターを採用して、ガスの給湯器エコジョーズ使ってます。で、これをもとに私予想光熱費というのをいつもお客さんにご提案してまして、だいたい1年で15万6千円ですよ。これは太陽光の発電分を除いてます。自家消費とか太陽光の売電の引き算とかそういったのは抜いて、純粋に太陽光を使ってない場合の想定の予想光熱費は15万6千円、これと一緒に説明するわけですね。で大体住宅のローンって30年ぐらい組むわけじゃないですか。なのでこの予想光熱費に30年をかけてあげると、大体30年で470万円ですよ。なので、メンテナンスとか機器交換費を除きますけども、建設費と光熱費の合計が2570万円の建物なんです。これが高いですか安いですかっていうのが私の普段の設計の提案です。光熱費含めた金額ですね。なので本当性能をそのままお客もプレゼンに直接使っているということですね。なんかその建設費は高いかどうかは分からないですけども、光熱費も組み込むことによってお客さんにとってそれが値頃感でいい金額なのか悪い金額なのかを判断してもらっていると、いうことです。こんな調子でちょっといくつか設計例をご紹介していきます。次はミニストックの02番ですね。これは2016年に竣工しました。1階が 11.5 坪、2階が 9.56 坪で、延べ床面積が 21.06 坪で、こちらも2人住まいのお住まいです。で積雪1メートルで耐震等級2にしていました。 UH は 0.36 で、気密性能が 0.42 で、こちらも、ゼロエネの採択取れたのでソーラーパネル 4.2 キロを載せました。1エネの消費量は39ギガ10ですね。こんな建物です。で間取りがこんな感じ、ちょっとちっちゃくて見にくいかもしれないですけど、
からあの設計者とあろうものが図面にですね1階と2階も方角も寸法も何も入れてないっていうですね、まあ、あの設計者失格の絵なんですけども、全部が左が1階です。あの、はい、1階ですね、まあ、玄関がこの飛び出してるのが玄関です。で1階中入ると図面で上側が寝室、真ん中にトイレがあって、玄関入って廊下突き進むと洗面所、脱衣場、物干し、クローゼットで浴室、玄関入ってすぐ階段上がっていって、階段上がるともうワンルームの、まあ、ワンルームというかもう LDK、 もう2階全部が LDK っていう間取りです。まあ、この間取りに対して私が配置した柱がちょっと分かりそうですね、あの赤い点ですね。まあ、このプランで特徴的なのが、まあ、2階ですね、2階の真ん中に2本だけしか柱が立ってないっていう間取りです。で、耐力液はこんなふうに配置しました。まあ、1階は外周と真ん中に1本ピッと入れただけ、2階は耐力液は中には入れてないです。もう柱2本だけでもう設計してしまいましたですね。なので、まあ、耐力液区画は黄色い線の通り。で、2階にちょっとこの斜めにオーバーハングしているところがあるんですけども、実はここにはわざと耐力壁は配置せずに、もうでかい出窓扱いっていうような、あの出っ張っているところに耐力壁を配置すると地震がかかった時にグッと力が入って、やっぱりその跳ね出している羽に負担がかかるので、まあ、わざとその針に負担がかからないように、まあ、でかい出窓扱いとして計算しているっていう、まあ、そんな計画ですね。まあ、ちょっとそんな特徴もありながら、まあ、その分あのこの出っ張っているところに耐力壁がないっていうことは、その出っ張ってない部分、ここに水平力をまあ負担させないといけないので、まあ、こっちはその分ガチガチに固めるっていうのが、まあ、特徴としてはあるんですが、まあ、そうした方が、まあ、なんとなく自分としては構造の力の流し方としては、まあ、素直な考え方なのかなというところで、ちょっとこんな計画をしてあります。ですね。で、これが2階の内観で、真ん中に立っている柱2本ですね。この柱2本。で、ここまで来ると、お客さんもですね、この柱抜けないのとかってすごいこと言い始めるんですよね。いや無理でしょってなっちゃうんですけども、まあ、それをまあどう納得させるかっていう、まあ、ちょっとこれもちょっと見にくいですね、すいません。あのこの真ん中に立っている柱ですね、ここにですね、まあ、ちょうどこの写真手前側はですねキッチンだったので、いやそんな全部フルオープンしたらコンセントつけられないじゃないですか、この柱のコンセントつくとめっちゃ便利ですよとかですね、この柱にあの手元灯つけましょうよ、これブラケットにしてこうあちこち振るようにするとめっちゃ便利ですよとか言ったら、あそれもそうねとかって、これで納得してみたらって言ってですね、だからそのあの、まあ、これちょっと極端な例なんですけども、例えばどうしても柱抜きたくないのにこれどうにかならないのとか、ここに壁があると邪魔だなっていうのは、まあ、プランとしてまあよくあることなんですけども、まあ、これ設計者として違う理由を作ってあげるというのが、まあ、一つテクニックじゃないかなと思うんですよね。もうお客さんにそれを体力壁だと思わせない、いやいやこれはもうすごい使いやすい壁なんですよっていうふうに言ってあげればいいだけの話なんですね。まあ、そこの能力っていうのがやっぱり、まあ、あの衣装設計者しかできない部分なのかなと思うので、まあ、そういったこう別な方向から見るアングルっていうのをまあつけてもらえれば、あの全然あのお客さんとのやり取りもあの楽しくなるというか、まあ、お客さんもこいつ本気で言ってるのかなとかで途中でプッとかって笑ってくれますけども、あのまあそれでまあなんとなく納得してくれるっていうところもあります。ですね。断熱の構成なんですけども、まあ、先ほどのご紹介と同じですね。あの屋根がフェノバボードの110ミリ、外壁がフェノバボード外張りで60ミリ。でこちら防火地域だったので、APDR の33度の防火の窓を使ってます。で基礎は、やっぱ同じく基礎断熱なんですけど、この物件からちょっとやっぱ基礎の熱の逃げって結構大きいんだなっていうのがちょっとなんか実感としてあったので。フェノバボードの90ミリ、さっきの物件は60ミリ、立ち上がりとスカート60ミリだったんですけど、ちょっとここからこの物件からちょっと90ミリにちょっと上げてみました、まあ、みたいな断面構成になっています、ね。でまあ、その結果というわけでもないですけども、建物総額は2420万、まだこの頃消費税 8% でした。2016年って最近なんですけどね、あまだ 8% だったなって、この資料を作ってるのがしみじみになりましたよね。
まあ、いいんですけども、はい、であとまあ床下のエアコン6畳用で2階のロフトのエアコンですね、これも6畳用で、お客さんからですね、どうしてもペレットストーブつけたい、いやこんなオーバーヒートしたって死んじゃうよっていうふうに言ったので、いやどうしてもつけたいからって、まあ、つけました、まあ、使ったことないみたいですね、まあ、暑くて死にそうって言ってましたね。あの一番小さいやつつけたんですよ、あのいくら、うん、そうですね、3000、そうですね、3000カロリーぐらいのやつですかね、つけたんですけども全然暑いって言ってました。で換気は第3種で、ガスコンロで、給湯器もガス、それで、まあ、シミュレーションすると予想光熱費が16万3000円、まあ、さっきと同じペースでこれを30年間払い続けると489万、30年間の支払い総額は2909万円ですよ、いかがですかというような、まあ、提案をしているということですね。まあ、実際これあのまだこのさっきご紹介した物件とかこの物件というのはあの電気の買い取りが37円とか5円とか確かそのぐらいだったので、まあ、もうあのほとんど光熱費払ってないお宅ですね、まあ、今この10年間というのは、まあそのまあ、まだその途中にいるというのはすごい羨ましいですけども、まあ、大体まあこのぐらいの金額で収まっているというところですね。で続いてミニストックの06番です。2017年に竣工しまして、1階が 9.56 坪、2階が 11.25 坪、延べ床面積が 20.81 坪です。でこちらの住まいは3人住まいなんですけども、あのピアノ教室でやりたいっていう、またすげえこと言い始めるなっていう。でこのピアノ教室もあのグランドピアノなんですよ。あの小さい家専門の設計事務所なんですけど、まあ、他行けばいいじゃんっていうのも、まあまあ、ありがとうございますっていうふうに今なったんですけども、わざわざ僕のところに来てくれるなんてっていう、はい、という、まあお住まいです。で、積雪は1メートルで耐震等級2ですね、 UH が 0.36、C1 が 0.、まあ、隙間相当面積が 0.3 ですね。で1次エネの消費量が、50.8GJ、でこのぐらいからですかね、あの BEI という表記がついたのが BEI は 0.64 となっていま す, です、ね。で間取りですけれども、左が1階で玄関入ると、ピアノ教室、玄関ホール兼ピアノ教室ですね、まあ、玄関ホールの内側に防音室を作りまして、そこに、まあ、グランドピアノを置いたピアノ教室になっています。でそこから、その奥に入るとプライベートスペースになるんですけども、廊下の中に洗面所を作りまして、廊下兼洗面所の突き当たりがトイレで、廊下から、右手に入っていくと、洗濯、脱衣、お風呂、一番突き当たりが物干しと家族みんなのウォークインクローゼットで、階段上がっていくと、階段上がって折り返すと寝室兼子供部屋ですね。でぐるっと折り返してリビングがあって、まあ、キッチンというような間取りで、まあ、このプランでまあパッと見は特徴的なのがこのオーバーハングしているところですね。玄関ポーチの屋根を兼ねたオーバーハングが、間口が、4.55、 2間半間口がありまして、で4尺5寸1メートル36センチ、オーバーハングしてます、まあ、結構やんちゃしたなって自分でなんとなく思いましたけども、まあ、さっきの話しましたけども、ただしその代わりここの壁もガチガチに固めてるっていう設計ですね。で柱の配置、なんとなく、まあ、これも見にくいかもしれないですけども、あの水回りにはやっぱり柱を置いていません、まあ、そこに力を落とさない計画をしているということですね。で耐力液の配置が、これもやっぱり外周部にあと真ん中に1本耐力液栓を入れるだけっていう、まあ、本当すごい簡単な耐力液区画になっています、ね、もうたったこれだけですね。で、何の話だったかな、あそうですね、でこの構造計画において、意匠的にどんな工夫をしたかというと、これは2階リビングの間取りなんですけども、あの最近の2階リビングであるあるなのが、あの引っ越し屋さんとかが冷蔵庫運んでくれないんですよ。あの、まあ、私も小さい家なので階段の幅も3尺幅で設計してるんですね、まあ、これがまあ4尺とか3尺5寸幅であれば、
冷蔵庫運べるんですけども、三尺だとなかなか今引っ越し屋さんが運んでくれないんですよ、傷つくから。いや傷つけても僕が責任持って直すんで、どんどん運んでくださいって言ってもできませんっていう、もうなんかもう企業精神もすごいなと思うんですけども、で、まあ、そんなちょっと、経験も過去にあったもんですから、じゃあこの物件もですね、どうやって冷蔵庫運びましょうかねって。で当然この、まあ、構造計画とか構造計算してる時点で、まあ、どこに大体床穴開ければ開けられるかなっていうのはまあ分かってくるわけですよね。まあ、2階リビングで元々吹き抜けがないっていうのもあって、これが2階の子供部屋兼寝室なんですけども、まあ、こちらのお宅がですね、冷蔵庫もそうなんですけども、まあ、これグランドピアノもなかなかだったんですけども、キングサイズのベッドがあるって言うんですよ。なかなかの人だな本当思ったんですけどね、まあ、キングサイズのベッドがあって、それが鉄のフレームでばらせないからこれ運べませんかって、もう最初素直に運べませんって言ったんですけども、いやどうしてもって言うんで、じゃあ運びますっていうことで、じゃあまあなんとなくこの部屋が一番広い部屋なので、じゃあこれも穴開けられるようにしよう、まあ、そこからも引っ張り上げて運べるようにしてあげればいいし、まあ、それありきで構造計算をしていこうというような提案をしたということですね。でさらにそこでちょっと私がまだこれ衣装設計者的な発想というか、なかなかひらめいたなと思ったのが、まあ、これ多分この絵を見ると皆さん大概、いやこんな床カタカタしてこんな現実どうなのって思うと思うんですけども、この穴をそのキングサイズのベッドにしてしまえばもう一生誰も歩かないわけですよね。カタカタすることもないっていう、だからもうそのとにかくこう構造と衣装と使い勝手をもうどんどん同時に重ね合わせていって、まあ、これだったら全然大丈夫でしょっていうような提案をまあしてあげたっていうような設計です。で断熱材の仕様ですけど、まあ、これも、これは先ほどの仕様と同じですね。フェノアボードを110ミリ屋根に敷き込んで、外壁も外張りで60ミリで、こちらも防火地域だったので APW の330の防火のタイプを使っています。で木製の断熱ドアを使って、基礎は立ち上がりとスカート両方ともフェノアボードの90ミリを使っていますみたいな仕様で、建物総額はこの時はまだ2017年も 8%、 いやすごいですね、2244万、1、2階に6畳用のエアコンを1台ずつ入れて、換気は第3種で、ガス調理器とガス給湯器採用して、これをベースに光熱費を計算すると大体まあ1年間178,000円、30年だと534万なので、建設費と光熱費の合計が2778万ですよっていう提案をしたっていう物件ですね。となっています。お、時間あといくつあるんだっけ、ちょっと待ってくださいね。1、2、あと2つですね、すみません、あと物件2つです。はい、ミニストパパッと話しますね。ミニストックの09番ですね、これは2020年竣工です。1階が22坪、2階が13坪、延べ床面積 35.13 坪ということで、もう5人住まいのお住まいですですね。まあ、これプラン的な特徴っていうのは完全分離の2世帯住宅ですね。なんでまあちっちゃい家を2個くっつけたっていう、なんでまあ完全分離の2世帯住宅なんですけど、なぜか35坪しかないっていう、まあ、ちょっと変な建物ですね。はい、で積雪1メートルの耐震等級2です。 UH は 0.33、隙間相当面積が 0.2 でした。1年の消費量が 87.9 で DI が 0.59 という建物ですね。でこちらの平面図ですけれども、ざっくりこの縦のつながっている線、ここから右側が親世帯、左側が若世帯っていう間取りで、2階は親世帯にまたがって全部まあ若世帯っていうような間取りです。なのでもうこの線で完全にもうばっくり分かれてるっていうですね。まあ、例えばこれがまあ打ち合わせの中では将来的に、まあ二世帯住宅の場合、もうお父さんお母さんが先に死ぬ確率っていうのはまあ9割以上、まあ数字ははっきり言っちゃいけないですね、まあ確率は高いので。
お父さんの方が死んだとどう活用するかっていう話もやっぱり同時にしないといけないかなとは思うんですけども、まあ、やっぱり完全分離にすることによって、まあ、これを誰かに貸すことができるんだとか、まあ、あの子どもたちがそこに自立した生活をさせるんだとか、あとはここで何か教室みたいなものを開けるにするんだみたいな、じゃあまあそんなこともできますねみたいな感じで完全分離をご提案しました。で、まあ、あ、すみません、今も出てるけど、まあ、柱の配置があって、で体力兵器をこんな風に配置してます。でパッと見もうここなんてもう一番体力兵器もう一番おいしい場所なんですけども、あえて体力兵器が配置せずに、でこの上の区画とこの線を揃えることでこっち側にだけ体力兵器を配置することによって体力兵器戦艦距離を短くしているっていうような構造計画をしているんですね。でこれなんでこんなことしたかっていうと、まあ、言ってもいやここでも実はぶち抜きたいなとかって言い始めるんですよ、お客さんって。やっぱ時間が経つとで多分 言うだろうなっていうふうに思ったので体力兵器を配置しなかったっていう、まあ、その分壁線を伸ばしてこっち側に体力兵器を配置してあげてるっていう。だからまあこれ実際お客さんにまだ言ってないですよ。なんかもう来い来いって私的には思ってるんですけど言ってくれたらいよいよ俺の出番だなとかって思いながら、まあ、それをこれを言おうかなというふうには思ってるっていうような構造計画ですね。なのでまあ本当あの見た目的にこの下が大きい構造区画なんですが、ちっちゃい構造区画を抱かせることによって実際計算する壁線間距離が短くなっているっていうような例です。ですね。まあ、2階もこれあの大きいんですけども、この2階の部分については大きいのはここはもうあらかじめ計画地点でここもう力ずくでも止めるぞっていう、もう屋根に張る防波でもガチガチに固めてやるっていうのをもう最初からプランしてる段階からもそれを決めてるんで、お客さんにはここちょっと釘の本数増えるんで、まあ、釘の本数実際には見積もりで出てこないんですけども、あの見積もりでは出てこないけども大工さん頑張ってるんで現場で大工さん褒めてあげてくださいねっていう説明をしているというようなことですね。はい、で断熱材の使用なんですけども、まあ、これもさっき言ったら2階の区画が大きくて固めないといけないので、あの緩い勾配ほど固めやすくなります。なので、まあ、わざと緩い勾配にしてあげて、水平勾配が効きやすいようにしてあげると。でそこに、断熱材110ミリを敷いてあげて、外はあそうですこの辺からネオマ方に切り替わってるんですね、外壁は外張りの60ミリそうですね、まあ、これ切り替えた理由っていうのはやっぱりネオマ方が100ミリあるからっていうところなんですけども、まあ、フェロマの90ミリじゃなんとなくやっぱちょっとまだ物足りないなっていう少しなんかふつふつした思いがあって、やっぱり100ミリにしようということで、この辺りから切り替えてます、ね。でこちらは、建物総額が2810万円、でエアコンも、まあ、完全分離なんで1階に2台2階に1台で換気は3種で調理器関係も全部ガスですね、給湯器だけ2台入ってます。あ、すみません、調理器も2台給湯器も2台で、これでシミュレーションすると年間の光熱費が30万3000円で30年間で909万ですよ、30年間の支払い合計が3722万ですっていうようなご提案をさせていただきました。で早くしますねって言った割にちょっとだいぶゆっくり話したので、ここささっと最後ミニストックの11番ですね。1階が 10.5 坪、2階が 7.13 坪の 17.63 坪、3人住まいで耐震等級2で、 UH が 0.4 で CH 0.33、 1N が 54.7 の BI が 0.66 という建物です。でこれもですね、まあこれはちょっとあえてですね、ちょっと失敗例としてなんで、ちょっと時間ちょっとオーバーするんですけど、聞いていただきたいんですが、もともと柱をこんなふうに配置したんですね。でなんとなく、ちょっとまあ、今、見慣れてきたなって人はイメージしていただきたいんですが、まあ、あの水回りにはやっぱり柱配置してません。で、この玄関もできれば柱、あんま配置したくなかったんですね。まあ、それでいけるなと思ったんですよ。で実際でも計算したらちょっと足りなくてですね、ここに体力兵器やっぱりどうしても必要になってきちゃったって、まあ、ちょっとこれはちょっと構造計画した割にはちょっと見余ったなっていう部分の、まあ、失敗例ではあるんですけども、ただあのもともとでも入れるつもりがないところで計算で NG が出て、まあいいや、じゃあまあここに入れればいいやっていう、だから計算したら別に OK なんですよ。なんか気分的にちょっと私自身が個人的にモヤモヤしてるなっていうだけで、まあ、計算自体は別にまあ問題ないです、ね。なので本当は私はこういう黄色い構造計画にしたかったんですけども、1枚体力計が足りなかったので
果的にちょっとこう構造区画をちっちゃい構造区画を内包しているような構造計画になっちゃったっていう、まあ、ちょっと美しくないなっていうのがちょっとモヤモヤしているっていうような建物なんですけども、でこれで一点そうですね、今度気をつけなきゃいけない話なんですけども、まあ今日の話を通してずっと言ってるのが、上り張りを採用してそこに厚合板を張って、水平光面を取っているっていう、まあ、この赤い線が、まあ、構造のラインっていうことになるんですけども、この地域がですね、一種低層住居専用地域だったんですね。一種低層住居、一定層だと、軒高が7メートルじゃないですか、超えちゃうんですよこれ。なので使えないんですよ、この上の三角形っていうのは。使っちゃいけない場所になっちゃうんですね。これ使っちゃうと軒高7メートル超えちゃうっていう。あくまでも上り張りに24ミリ合板張ってるってことは、まあ、本当ただの法律だけの話になっちゃいますけども、斜めの床っていう扱いになっちゃうんですよね。だから屋根じゃなくて斜めの床だから、床の一番てっぺんが軒高になるっていう扱いになっちゃうので、これはもう引っかかります。だから本当これ気をつけなきゃいけないんですけども、ここだけは気づいてたんですよ。なので、まあ、ここまでしか使えないので、この位置に来る場所にロフトを作ってあげたんですね、もともと。そうすると構造計画としてはちょっと折れ曲がりますけども、まあ、このままあんまり美しくはないんですけども、まあ、ロフトを作ってあげることによってこのてっぺんを使わずとも、まあ、水平光面が取れますよっていうような計画ですね。だからまあ本当法律と衣装と構造デザインが、まあ、こう全部一緒になれば解決できることがあるっていうところですね。まあ、断熱材の使用的には、そうですね、ここはですね、ちょっと今までの物件が断熱材が60ミリとか50ミリとか100ミリとかいろんなものを使ってたので、ちょっと、ま、なんか統一できないかなということで、まあ、そのネオワホームが100ミリあるので、まあ、屋根に100ミリ、壁に50ミリ、基礎に100ミリということで、まあ、2種類だけの断熱材にしようという、まあ、ちょっとまとめてみたプランですね。で建物総額は、2088万、まあ、設備の仕様もほとんど同じですね。で、光熱費が18万8000円ですので、30年間の光熱費のシミュレーションは564万円、30年間の支払い総額は2652万ですよというようなご提案をして、設計してというような建物で、まあ、大体まあこれが私の、大体設計でご紹介させていただいたんですけども、さっきもお話ししたんですけども、構造計画っていうのはやっぱりただ聞くだけだとそんなの無理っていうふうに思ってしまうんですけども、私構造計画の練習ってどっちかというと毎週末不動産チラシ入ってくるじゃないですか。で不動産チラシで自分で構造計画一生懸命考えてるんですよ。あ、この家できないとかこの家できるとか、もうそれがもうやったら面白くてまあまあいいんですけども、はい、で逆にそれができるようになってくると、やっぱ慣れるとじゃない方が気持ち悪くなってくるんですよ。これどうやって構造計算してるのとかっていろいろ思うところがあるわけですよね。だからまあそういったところでいろいろ練習してみてもいいのかなというふうに思いますし、あとはやっぱりこれ前半の方にも話したんですけど、構造計画になれるとそもそもやっぱり構造計算がもう半日で終わるようになります。もうパパパパッともうどんどん早くなっていくので、なのでまあプレゼン前に構造計算ができるように、半日だったらもう別にもう先にやっちゃおうかなって思うと思うんですよね。でその結果もう初期プレゼンの段階でお客さんに、いやちょっとこの壁もう動かせないんですよとか、でそれでまたさっきの別のアイデアみたいなことを伝えるとかですね。そうすると安全性も当然そのプレゼン段階で説明できるんですけども、単純にそのお客さんからの信頼度っていうのもどんどんもう分かりやすいぐらいにも上がっていきますので、ぜひ構造計算も大事なんですけども、構造計画を取り入れていただきたいなと。というところで私の話は以上となります。どうもありがとうございました。はい、皆様ありがとうございました。非常にですね、構造計画の部分で非常に分かりやすくご覧させていただきましてありがとうございます。やはりこう柱一にとってですね、柱一でのプランニングの計画非常に大事だなと、自社のこう建物の重量ですね、把握することも大事だといったことが非常に、分かりやすくありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いします。はい、それでですね、それではここで開催協力いただいております、須学校長ユーハウス工業、の五十嵐直樹様よりご挨拶をいただきたいと思います。五十嵐様よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。
住まいの学校、略して、スガクというコミュニティの3代目の校長を務めております、有限会社ユーハウス工業の五十嵐と申します。今日はこの場を借りて、まあ、私たちが運営している、スガクについて少しご説明させて、いただくことになりました。貴重なお時間をいただけて、ありがとうございます。スガクは、まあ、新潟県内が主なんですが、工務店だったりとか設計事務所さん、あとは現場のプロの職人さん、また住まいに関わるさまざまな会社さんや個人の方、また今現在住まいを計画中の一般の方とか、あと建築をまさに学んでいる学生さんなど、どなたでも参加ができて気軽に意見交換ができる垣根のないオープンな学校を目指すというコンセプトで、今から4年前に新潟県内で設立したコミュニティです。キーワードはこの画面にもあるようにリンクとシェアということで、プロの仕事をプロが評価して SNS 等で投稿することによって、建築見えにくい建築士同士のつながりだったりというところを見える化したりしています。今日の今ほどの鈴木さんの発表のようにですね、自らの事例を手の内を明かすような形で設計手法だったりとか細かい収まりとか、あと図面とか、一般的には同じ地域の同業他社さんには隠したいような情報こそ積極的に情報開示して、そういったものを共有していくことで参加者全員がブラッシュアップして成長していこうという、そういった姿勢がですね、全国でも結構珍しいと言われている共栄共存を目指した団体になっています。で、主な活動としては定期開催している数学の本編という勉強会があります。だいたい2ヶ月に1回開催しているんですけれども、先月の6月に開催された数学第24回までを今まで開催しております。特徴としては外部からどなたか講師の方を招いてお話ししていただくということは基本的にはせずにですね、数学のそのメンバーの中から、今日の鈴木さんのような、これから発表していただく実内さんのような2名をスピーカーとして務めていただいて、自分の実例を交えたテーマを設定していただいてお話をしていただいております。当初は今日のように会場に集まって開催しておりましたが、コロナを経てですね、オンライン開催も慣れてまいりまして、現在は今日と同じような実際の会場と、あとオンラインのズームを使った併用したハイブリッド開催となっております。そのおかげもあって現在 Facebook のグループページに参加していただいている方が482人となっておりまして、新潟だけではなく全国各地から多くの方に参加していただいております。その他にも数学番外編と題して開催する数学メンバー向けの現場見学会も毎回大変な盛り上がりを見せています。何せプロばかり集まるので、何十人がもう舐め回すかのように現場を眺めます。中にはですね、小サイズ一式まで置いてあるところもありますので、設計者から直接いろんな話を聞きながら現場見学を行っております。他にもですね、今日の構造の話だったりとか、空き家とかエコハウス、そんなおのおのが興味あることにまたさらに学んでいただいたりとか、メンバー同士が交流できる場所としていくつか部活動というものもございます。こういった数学コミュニティへの参加、また部活動の参加も含めて基本的には会費など発生しませんので、興味のある方はぜひ気軽にご参加いただけると嬉しいです。今映っている画面に Facebook ページの QR コードを表示していますので、ぜひそちらから参加してみてください。皆様からのご参加お待ちしております。ありがとうございました。はい、皆様ありがとうございました。